行動地理学は人間の知覚や認知が地理的な行動にどのような影響を及ぼしているかを検討する学問、人文地理学の一分野である。1950年代の行動科学の勃興に刺激を受け、1960年代から地理学における新しい潮流として注目されるようになった。また、 同時代にアメリカ合衆国で発生した地理学の軽量化によって科学性を高めようとする革新運動である軽量革命で欠落していた人間行動の視点を補強するものとして成立していった。環境知覚や意思決定モデルを基礎概念とし、居住地の移動、消費者行動、都市研究、都市問題、メンタルマップなどの応用研究を分野内に有する。日本では 消費者行動よりも広い生活者に注目した行動分析が多い。さらに心理的な感覚、認知を含まない行動パターンの研究や時間地理学も行動地理学の範疇とされる。心理的な感覚、認知を含み、軽量地理学の系譜を引くものを競技の行動地理学、競技の行動地理学に 人文主義地理学などの流れを汲むものまで含むものを講義の行動地理学と呼ぶ。競義の行動地理学はさらに、能動的な研究群と受動的な研究群に分けることができる。若林が行動地理学の教科書を分析したところ、地理学用語に従来含まれていなかった心理学や社会学の用語が多く導入されていることがわかり、 教科書の文献リストに記載された文献の執筆者が地理学者であるものは全体の約半数で、残りは環境心理学、社会学、建築学の専門家の執筆によるものであり、行動地理学の学際性を示している。地理学の歴史において伝統的な環境に対する見方、考え方には自然環境が人間の活動を規定するという環境決定論と 自然環境は人間に可能性を与えているだけで、人間がその可能性を主体的に選ぶという環境可能論の二つの立場があったが、1946年にアメリカ地理学協会会長に就任したジョン・ライトは人間の認知する環境の研究が必要であると主張、ギルバード・ F ・ホワイトの自然災害認知研究をはじめとして1960年代以降、 人間の環境の捉え方を研究する動きが加速した。こうした環境認知論は行動地理学の一部門として取り込まれた。アメリカのケビン・リンチは1960年に都市のイメージを発表、ボストンの住民にメンタルマップを描いてもらう、アンケートを実施した結果、人種、居住歴、学歴、性別、所得などの属性によって知覚される都市のイメージが、 異なることを示した。リンチは都市計画家であったが地理学者にも影響を与え、都市地理学や社会地理学においてマイノリティの研究に援用された。一方、地理学者ピーター・グールドは1966年にアメリカ各地の大学生に住んでみたい地域を調査し、各人の選行度を分析して地域の特典を算出、地図に表現したが、これが 地域に対する無意識の潜入感、地域のステレオタイプを浮き彫りにした。この研究は人口移動の要因を説明するのにも役立った。こうした一連の研究を受け、行動地理学が形成されていった。行動地理学は人間が環境をどう認知するかに加え、認知したことが人間行動に結びつくのかという視点から議論を進めた。 こうした競技の行動地理学は西洋的な個人主義、合理主義の人間観を共有していた。しかし環境認知論の流行は、常述の科学的客観性、検証可能性を追求する行動地理学の研究とは別の主観的、情緒的なイメージの研究をも発達させることになり、人文主義地理学誕生につながった。1980年代になると、 行動地理学は流行の終わりによって研究者が古巣の都市地理学や人工地理学などの分野に戻ったことと人文主義や構造主義の研究者からの批判により研究は失速地理学の歴史の中で過去のものとなりかけたが1980年代も末になると地理学内の実証主義人文主義構造主義の論争の収束が見られ1990年代に なると認知科学の発達、心理学の空間への関心の向上、地理情報システムの研究の進化により息を吹き返した。ありがとうございます。